オスマン帝国のキャーティプチレビーイブラヒム・ミュテフェ・リカによって発行された日本の地図この項目では日本のイスラム教社会について記述する。日本人ムスリム谷豊か古来イスラム世界において日本はワクワクとして知られていた。歴史的には奈良時代にイスラム圏からハリキなどの宝物がシルクロードを通り中国などを経由して日本にもたらされ、 小僧院に保管されている。また、江戸時代にはオランダなどのヨーロッパからの情報として、イスラム圏に関する断片的な情報が日本にもたらされた。安土桃山時代には中国やアラブからイスラム商人が訪日していたとも言われており、南蛮貿易などで東南アジアに渡った日本人商人の中にはイスラム教に回収した者も,もいたとされる。 日本に最初に入ってきたムスリム集団は1917年のロシア革命によって国を追われた中央アジアのタトあル人たちである。第二次世界大戦では日本はインドネシアやマレーシアなどのイスラム教徒が多数を占める地域を占領3年程度であるが軍を主体とする占領統治を行った。明治以降は多くの日本人が移民として 世界各国にわたる時期でもあり、その中には谷豊かなどのように、マレーシアなどのイスラム教の勢力が大きい国に移住し、イスラム教に親しむ日本人もいた。ジッタにあったイギリス公使館から本国にあてた報告には、1938年に7人の日本人が巡礼に来たとの記録が残っている。記録に残る限り、日本人で初めての回収者は、 山田虎次郎、あるいは1891年の野田翔太郎が最初とされる。2010年現在の日本に住むムスリムは、1980年から1990年代、パキスタンやバングラデシュ、イランなど、東南アジアや中東から労働者として来日したものと、その家族が中心となっている。日本最大の規模を有するモスク、東京ジャーミー日本の行政では、 宗教ごとの信者数は重視されておらず、これを詳しく調べた公的な統計は全くない。文部科学省の宗教統計調査である宗教年間というものはあるが、これは宗教団体の自己申告をまとめただけの大まかな調査であり、その裏付けもほぼ行われていない。神道と仏教の信者数の合計だけで、日本の総人口をはるかに上回る二億近くになり、 イスラム教に至っては、天理教や円脳教など、全く関わりない、新宗教と同じ、諸教としてまとめられているため、イスラム教単独での信者数を数えるのは困難である。文化庁が取りまとめた、宗務時報ナンバーワン級によれば、歴史上のムスリム人口は、1931から1945年の、戦中期の対日ムスリム人口は500人から700、としている。 他、1953年に日本人ムスリムによって結成された日本ムスリム協会の創立次会員数は47名、1969年の外国人ムスリム人口は約1500人、1984年の対日ムスリム人口は約8000人という数字を挙げている。州務事報ナンバーワン級では2010年末の対日ムスリム人口は 約11万人としている。ピューリサーチセンターの調査では2010年の対日ムスリム人口は約18万5000としている。日本人ムスリムについても700人程度とする調査から2000人程度を最大で7万人という数字もあるなど非常に開きがある。日本人ムスリムは8割近くが外国人ムスリムとの結婚により改収したものとされる。 日本のイスラム教徒は大半が外国人によって占められているのが特徴である。日本国内に滞在する外国人のうち、イスラム教徒が一定の割合を占める国の出身者として多いのが、インドネシア人、バングラデシュ人、パキスタン人、イラン人、トルコ人、エジプト人、スリランカ人、マレーシア人、中国人などである。 イスラム教徒が大多数を占める国家からの訪日者の場合、その大半がムスリムであると推測しうるが、イスラム教徒の比率が低い国、または少数派の国からの訪日者の場合、それに占めるムスリム比率を推測するのは困難である。日本最古の歴史を持つモスク、神戸モスク、日本以外のアジアの非イスラム教国の多くは、国内に自国民のイスラム教徒の集団を抱えている。 東南アジアやインドでは、イスラム王朝の支配を経験したこともあるため、当時の支配層や、商人の子孫が現地人と根結、同化した形で、イスラム教徒として、社会の一部を形成している例もある。台湾に関しても、中国大陸から移住した海賊による、イスラム教コミュニティが存在している。しかし、日本列島は直接イスラム圏と接しておらず、 イスラム王朝からの支配を受けたこともなかったため、自国民のイスラム教徒は極めて少数である。日本のイスラム教徒の大半は外国人であるため、選挙権を持つ者は非常に少ない。そのためイスラム教徒の移民を多く抱える西欧各国とは異なり、イスラム教徒による社会問題や政治活動等は日本国内において大きな問題とはなっていない。現在、 日本国内で行われるイスラム教徒の礼拝や集会における説教は日本語ではほとんど行われることがない。英語もしくはウルドゥー語、タミル語、インドネシア語、トルコ語などのイスラム教徒の出身国の使用言語がそのまま使用されている。クルアーンにのっとり知識層ではアラビア語もよく使われる。2013年7月より日本は 東南アジア諸国のビザを緩和したため、訪日外国人旅行客が急増している。ムスリムの多いマレーシアやインドネシアからの観光客も増えているが、日本国内にはまだムスリムの生活に適合した施設が少ないため、観光客に不便を強いることがある。これら外国人に対応するため、ムスリムやイスラム教に関する勉強会が各地で開かれるようになっている。 イスラム式の礼拝堂の設置も増えてきている。イスラム教徒の留学生も増えており、一部の大学では、ハラールに適合したメニューを学生食堂に加えたり、礼拝の場を設けるなどの対策を行っている。全国大学生協連合会によると、2014年時点で、少なくとも日本の19の大学で、ハラール食が提供されているという。 また、日本に定住するムスリムが増えるに従い、墓地の問題が出てきている。ムスリムは基本的に土葬であるが、日本では大半が仮想であるため、土葬に反対意見を唱えるものも多い。これらの国からの法日者は、その全てがムスリムであるとは言い切れないが、本国におけるムスリム比率が圧倒的多数であるため、おおよそ訪日者の年齢、性別、出身地、 訪日目的などを問わず、ムスリムであると推測しうる。これらの国は、ムスリムが多数派の国家ではあるものの、本国内のムスリム比率が低いため、訪日者の年齢や性別、出身地、訪日目的などによっては、ムスリムではない可能性がある。これらの国は、本国内では、ムスリムは少数派であるが、 法日者の日本国内のイスラム社会に占める位置が比較的大きいことからいくつかの国家を取り上げる。ありがとうございます。